バルブマチックを採用した ZR 型系エンジンのカットモデルバルブマチックとは、トヨタ自動車が同社の4ストロークガソリンエンジンおよび4ストロークフレックスフューエルエンジンである一部の ZR 型系エンジン専用に開発された可変バルブ機構である。一般的なガソリンエンジンはスロットルバルブを用いてエンジンの吸気量を制限し出力を調節している。このため、 低負荷機では、スロットルバルブが閉じ気味となり、吸気に伴う損失の割合が大きくなる。そこで、吸気バルブのリフト量を連続可変とすることで、スロットルバルブとして機能させ、吸気損失の低減による効率、燃費向上を実現したものが、バルブマチックである。バルブマチックは、バルブのリフト量のみを可変とし、バルブタイミング自体は不変である。そのため、 規制の VVTI と組み合わせて使用することで適切なバルブタイミングを実現している。2020年現在、バルブマチック採用者はスロットルバルブも備えている。これはバルブマチックが万が一故障した場合においてもスロットルバルブのみでエンジン制御を可能とするためである。なお、運転条件によってはスロットルバルブがバルブマチックと協調動作を行う。 また、バルブマチックによって、吸気負圧が減少するため、ブレーキブースターを駆動する、負圧確保のために、カムシャフトに直結する形で、バキュームポンプが備え付けられている。バルブマチック採用者にはその証として、リアに、バルブマチックエンブレムが装着される。しかし、アトキンソンサイクルと EGR の、組み合わせによって、複雑な機構を追加せずにバルブマチックの本来の、 目的であるスロットルバルブの絞り損失を低減可能となったため次世代のダイナミックフォースエンジンへの採用はされなかった。ありがとうございます。